回のヒロイン原アンナさんです。どうぞ。さあ相田さん、はい、今回いよいよヒロインと男性3名のデートですけども、はい、第一印象を良くするには、あの笑顔とかってよく言うんですけども、はい、あの笑顔つくの難しいじゃないですか。だからまずしっかりと相手の目を見る、恥ずかしいのそこだけ我慢するっていうことですね。まずは相手の目をしっかり見 る。今回のヒロイン原アンナさんです。どうぞ。イエーイ、来た来た。綺麗。あ、皆さん目見ましたか今。見てました。ちょっと照れてますね。緊張しますね。そうですね。すごい石塚さんめっちゃ汗かいてますけど大丈夫ですか。私筑西市から来ました石塚正隆と申します。もうすぐ38歳になります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。でもちょっと目合わせてないよ。なんかね、ちょっとうつむいて。うつむいちゃってますね。ちょっとテレ朝。はい。合わせてほしいですね、私たちは。興味を持ってるっていうののアピールですよね。そうそう、自分のこと興味ないのかなっていうふうに思われる。女性はそう思っちゃう。思っちゃいますね。自分の話しすぎちゃうと下向いちゃう人が多いんですよね。あ、なるほど。そうなんですか。そこ興味ないですよね。いや、そうですね。そこはいいから。初対面なのに、ヨガインストラクターさんなんですね。はい、そうです。すごい、めっちゃ爽やかですね。相手の目見てますね。見てます、見てます。サーフィンって、はい、例えば女性は見てたりしてもいいんですか？もう嬉しいですね、見てもらえたら。ただこうやってると集中してこう時間忘れちゃったりするから、その辺気をつけなくちゃいけないなと思ったりとか。なるほど、はい、いや、やったことないんで。本当ですか？何かスポーツとかするんですか？はい、質問するのはいいですよね。ちょっと会話が、今キャッチボールがね、キャッチボールができてますね。成立したのが今分かりましたね。いや、めっちゃ慣れてます、はい、こなれてる。はい、こなれてる。遊びに行くんじゃない。年上の女性はどうですか？そうですね、年上の女性の方やっぱりあのすごいいいですよね。いくつでも、いくつでも、うん、いや6、ないんですか？60ぐらいまでは。あ、ちょっと冗談ね、こういう冗談とかも、うん、冗談って勝手に決めつけちゃいます。本当に60までいけるのかもしれないけど。何でも飲むんですけれども、うん、一番好きなのは日本酒、うん、あ、いいですね。ワインとか、うんうん、共通の趣味が、原さん、お酒が飲める人が好きって言ったので、はい、うん、まあ、こういう婚活業界では、はい、居酒屋とか、ラーメン屋とかタブーって言われてる。これタブーなんでしょ。あ、そうなんだ。僕は思うのは、やっぱりその人のノリを見て、別にそれは必ずダメってことではないと思うんですよね。これやっぱちょっと難しいのよ。ちょっと女性がさ、じゃあワイン好きですって言った時さ、ワインのすげえ高級ないいお店を探したらいいのか、普通の居酒屋にもワインはあるし、はい、どの辺の望んでるのかっていうのが、男性自信がなければ、うん、女性にどこ行きたいって聞いちゃって聞いていいんですね、そこは。もう絶対聞いてほしいです。どこがいいって結局どこでもいいよって言っちゃうんですけど、どこでもいいよじゃないんですか。任せきりも良くないですか？任せきりは絶対 NG。 あ、そう。聞いては欲しいけど、任せないでよってこと。聞いたら自分で調べてよっていう感じ。そう、うわー、めんどくせえなー。原さんへの第一印象ってどうですか？ああ、もう綺麗な方だな、お清楚な方だなっていう。サーフィンの話とかヨガの話とかも会話弾んでたような気がしましたけど、うん、いえいえいえ、なんかやはりね、こう緊張します。あら、はい、本当ですか？はい、茨城自分大好きなんで、はい、茨城を楽しんでもらえたらいいなって思います。引き続き頑張ってください。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい綺麗な方で、ドキドキしちゃって。ドキドキしてますか？まあ、何も考えられなかったです。あら、緊張してました？いや、もう、ま、頭真っ白になって、全然それは、うん、まあ、最悪酒飲んじゃうってパターンありますよね。最悪って。頑張ります。頑張ってください。頑張ってください。あまりにも綺麗すぎて、どうしましょうか？ドッキリじゃないのだって。ドッキリ。何のドッキリなの？キスコさん、今瀬口に対しても緊張してますね。あまりも綺麗なんで。あの、瀬口が落ちるなら瀬口でいいんじゃない？いや、待って、下品だよ、なんか言うやつが。落ちるならって。お前、確か取り締まるって言ってきたんだよ、今日。応援もするんだよ。お前が取り締まられるよ、今のところ。応援もする。頑張ってください。応援してますよ。ありがとうございます。はい、さあ、原ちゃん来てもらいましたけども、はい、細川さん、細川さんが社長さんと細川さん、はい、なんか写真と、あとでも見た目もちょっとなんだろう、髪も長くてチャラそうだった。写真だとちょっとね、毛先遊んでね、はい、そうなんです、そうなんです。でもお話ししたらすごい優しくて、お、そう、なんか緊張してますねとか言ってくれて、うん、なんかちょっと可愛かったです。あら、ちょっと可愛い。浅野さんは
めっちゃイケメンだったんですけど、めっちゃイケメンでしたよね。爽やかだった。写真でもイケメンって言ってて、はいはい、会っても、うん、会った方がイケメンでした。あら、ちょっともともと上がってたのに、さらにちょっと上がった感じ。上がっちゃいましたね。おーそう、すごいでしょ。石塚さんはなんかすごい頑張って話してくれて嬉しかったんですけど、うんうん、すごい話してるな。では原さん、はい、今回のこの3名のドキドキポイントはいかがでしたか。細川さんが1ドキね、はいはい、これいいですよ。で浅野さんが2ドキ。2ドキした、はい、あれ石塚さんは、石塚さん、あれゼロもありですか。今いいですよ、今のところまだそんなドキドキしないですよっていう、はい、うん、ゼロドキ。うわーゼロが出るとは思わなかった。こっからもうちょっとデートを進めてって、うんうん、はい、もうちょっと深いところをね、ね、男性陣の深いところ、はい、1対1になるとガラッと変わります。ガラッと変わる。そうか、そういうもんですか。いざとなったら石塚さんにはカンペ出しましょう。我々も、ね、全面協力で。あ、もう4人でね、お前に何をお願いするんでしょうかね。何お前でそんな、なんか仲間みたいになってます。4人がね、何のお参りを してるんでしょうかね。うん、さあ、いや神田さん、この長さはね、ガチです。あの長さはね、結構ガチです。そうですね。デートがうまくいきますようにかもしれませんが、さあ次回はいよいよデート編です。うん、おー楽しみだね。ここでチャンネル登録のお知らせです。チャンネル登録をすると動画が公開された際に通知が行きますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひ登録してください。お願いします。